ネストリウス派。ネストリウス派とは、古代キリスト教の教派の一つ。コンスタンティノポリス総主教ネストリウスにより説かれた。四百三十一年のエフェソス公会議において、異端認定され、排斥された。これにより、ネストリウス派は、ペルシャ帝国へ移動し、七世紀頃には、中央アジアモンゴル、中国へと伝わった。東大の中国においては、京教と呼ばれる。後 アッシリア東方教会が継承した。両性説は認めるものの、キリストの威嚇は一つではなく、神格と人格との二つの威嚇に分離されると考える。イエスの神聖は受肉によって人生に統合されたと考える。このため、人生において、イエスを生んだマリアを神の母、テオトコスと呼ぶことを否定し、キリストの母、キリストトコス・クリストオトコスと呼んだ。 カトリック、聖教会、プロテスタント等、キリスト教主流派では、ネストリウス派は、異端とされる。しかし、プロテスタント教会の一部の原理主義的教派では、カトリック教会の聖母数系への反発からか、ネストリウス派を支持する動きも見られる。日本キリスト教団の手塚正明は、ネストリウス派は、異端ではなく、カリスマ運動だったと主張している。ただし、本来のネストリウス派には、 聖母数形を否定する意図はなかった。また、原理主義的教派は、アポリナリオス主義的な説明、キリストは肉体のみが、人生霊魂は人生でなく神聖であるが見られ、神学的厳密性に乏しい。アレクサンドリア学派出身のアレクサンドリア、宗主教キュリロスとアンティオケア学派、出身のネストリウスの間での対立から始まる。ネストリウスは、 それまでの古代教父らが使用していたマリアに対する称号、神の母、神を生む者を否定し、マリアはクリストトコス、キリストを生む者であると説いた。その理由は、キリストは神聖と人生において二つ、威嚇、ヒポスタシスであり、マリアはあくまで人間的威嚇、人格を生んだに過ぎないとした。一方、キュリロスは、キリストの本性、ピュシスは神聖と人生とに、 区別されるが、威嚇としては唯一である、威嚇的結合、ハイポスタティックユニオン、と唱えて反論した。ネストリウスは、エフェソス公会議への出席を拒否。ネストリウスが公会議で破門された後、ネストリウス派は498年に、クテシフォンセレウキアに、新しい創始教を立てた。7世紀中期までのペルシャ一帯におけるネストリウス派、キリスト教につては、 シールと年代記に詳しい。現在は、イラク北部のアッシリア地域に点在するほか、アメリカやオーストラリアに移民を中心とする信徒がいる。ネストリウス派の教会である、アッシリア東方教会、ギリシャ正教とも呼ばれる、正教会とは別系統の一部は、1553年にローマに帰逸し、寄逸教会、東方天霊カトリック教会の一つと呼ばれている。 アッシリア東方教会とカルデアカトリック教会の両教会が現在も中東、アフリカで活動している。中国へは、唐の大宗の時代にペルシア人司祭、アラペン、アラボン、オロボン、アロペン等複数の説があるらによって伝えられ、経教と呼ばれた。経教とは中国語で光の信仰という意味であり、経教教会を唐の時代。 大神寺という名称で建造された。しかし、東大末期、王朝を伝統的中華王朝に位置づける意識が強まって以降弾圧され消滅した参考、解消の廃物。モンゴル帝国を後に構成することになるいくつかの北方遊牧民にも布教され、チンギスハーン家の一部家系や、これらと隕石関係にあり、 モンゴル帝国の政治的中枢を構成する一族にもこれを熱心信仰する遊牧集団が多かった。そのため、元の時代に一時中国本土でも復活することになった。ただし、モンゴル帝国の中枢を構成する所有牧集団は、モンゴル帝国崩壊後は、西方ではイスラム教とトルコ系の言語を授与して、テいルク・トルコ人を自称するようになり、 東方では、それぞれ、チベット仏教を信仰してモンゴル語系統の言語を、イジス、モンゴルを自称し続ける勢力とオイラトを称する、勢力の二大勢力に分かれていき、ネストリウス派キリスト教を信仰する遊牧集団は、その間に埋没、消滅していった。日本に多大な影響を与えた塔で流星していたため、景況が何らかの形で、日本にまで伝播し、 影響を与えていたはずだと主張する言説は、複数存在する、同じく同時代の三、エビス教、ケイ教、ケン教、マニ教の一つであるケン教に関しても、同じような主張がある。佐伯木郎によると、トライ系氏族であるハタシによって、日本にもケイ教が伝わったとも言われる。中国ではダビデを簡訳して、王壁と書くが、ハタシは、西日本の日本海各地に、 大肥神社と合する神社を建立し、また、京都市の広高寺の隣に、旗はじめ皇帝を、祭神の一つとして建立した大酒神社も、昔は、大崎、さらに遡ると大壁と合していた。また、同神社が管理している、木島座、天照住玉神社にある、三柱鳥居有珍しい、鳥居は三位一体を表し、また、イサライドは、イスラエルの天下で、従って、 旧約聖書に登場する、失われた獣士族の末裔ではないか、などと推察している。しかしこれには、多くの異論があり、ニセ言語比較論として否定する向きも多い、日誘導ソロン。明治末に来日したアジア研究家の英国人である、e、イーエイゴードン夫人は、新言衆と慶況の関連性を確信し、高野さんに、中国、西安、長安にあった慶況の記念碑。 大神経教流行中国碑のレプリカを立した。この記念碑は今も高野山に現存している。夫人の墓もその隣にある。空海は中国で経教についても学んだとされる。浄土新宗本願寺派の本山である西本願寺には、経教の聖書の一部、マタイによる福音書の山上の水訓を中心とした部分の漢訳である、セソンフセロンが所蔵されており、 この事実をもって、親蘭が、景教に学んだとする説を唱える者もいる。山梨県甲州市大和町徳佐の住角文字、西雲寺所蔵の十字架法事マニ像、現代は、自伝では、国像菩薩像とされているが、十字架が描かれており、景教との関連が指摘されており、アメリカのメトロポリタン美術館でも展示された。しかし研究の進展により、 本画像と他のマニ教絵画と図像が一致することが確認され、墨くも寺元はマニ像の可能性が高い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。